はい、皆さんどうも、おはようございます。こんにちは。こんばんは。歴戦人講師の宮口です。はい、本日はね、これです。審査基準は、早くからの取り組みが重要。論文上級討論を通して、得点につなげる方ということでね、歴戦人講師の宮口がお送りいたします。はい。まずね、審査基準の重要性というところをね、お話ししたいなと思います。無観客試合ですので、マスクを取らせてもらいます。はい。それではまずね、29条の2という条文が出てきました。これね、審査基準講座がついてますんでね、得点、論文得点ベースアップス講座のね、審査基準、もちろん丸々つけてるというよりは、こう、要約したりしてね、工夫してますよ。それでまずこのね、29条の2は、もう、説明しなくても大丈夫でしょう、俺はね。まあ、ただ、私はですね、こういう条文は、蛍光ペンを使ってね、やっております。蛍光ペンはね、こういう感じで、色のお約束ありますんでね、1ページに、書いてありますけど、29条の2ってね、悪い条文なんですよ、基本的に。だからね、ちょっと青で塗りますね、括弧を飛ばしながら。と同一あるときは、図面に記載された発明と同一あるときは、受けることはできないと。ね、まあ、ちょっと蛍光ペンの勢いがね、ありませんので、別の青の蛍光ペンを使って、もう一回、塗ってみたいと思います。そうすると、非常にこう、鮮やかなね、青ですね。はい。そして、ですね、外国語書面出願の場合はですね、外国語書面がベースになります。はい。紫ね。そして、残りのところはね、これ、拒絶されないって言ってるんですよ。発明者が同一であるときには拒絶されないよって言ってるんですね、これね。だから黄色いですよ。いいことを言っちゃるけ。で、ただし書きは、後の出願時に、出願人と同一であるときはこの限りではないって言ってるのよ。それでね、皆さんね、特許出願のときにってあれでしょ。これ。これがね、まあ難しいんですよ。それでね、今日はこの話に注目したいと思う。出願人同一の場合には拒絶されないというのはこういう意味なんですよ。ちょっとここにね、余白ありますから、2ページにね、ふんだんな余白ありますから、ここでちょっとね、お話をしたいと思います。はい。この正し書きはですね、こんなこと言ってるんですよ。当該特許出願の時に、出願人同一の場合には、出願人同一ですね、これね、29条の2で、拒絶されないということをね、言ってるんですよ。ね。はい。これは良かったですね。拒絶されないという結論です。出願人同一なもんだから。黄色で塗りたいと思いますね。で、その当該、特許出願というのは、こうがん字を意味しますので、後の出願、B 字を意味します。はい。さあ、そして、そして、ちょっと応用がかった話をしますわ。ね、応用編。これでいいですかね。はい。じゃあ、ちょっと待ってくださいね。応用編。こうが、そうですね、これ優先権だから、こうがん字の時に同一人である時は拒絶されない。抗がん剤。まあいいのか。こうやってね。
さあ、この場合なんですよ。それでね、どうしようかな。これはね、乙によってやったと。ね、乙によってやったんだけど、C は、受ける権利を譲り受けて、こうになってると。ちょっとこういうシチュエーションにしていいですか。ね、で、これね、国内優先権だから、まあ、41条としましょう。これはちょっと難しいですよ。果たしてこの場合、29条の2で拒絶されるのかという話です。はい、ここまでちょっと。ね。まあ、だから、おつから、承継したんだね、これね。受ける権利を。ちょっと書きましょうか。小さなペンでね。おつから、こうに、まあ、譲渡って書けばいいか。受ける権利譲渡したと。はい、受ける権利を譲渡して、甲が出願するというそんな感じです。そうすると出願人が形式的には違ってるんだけど、実質的に同一性を保ってるということが言えるんだね。はい、それで審査基準を見ないとこれはわからないというのは、後の出願時は当該特許出願時は B を指すのか C を指すのか、これはちょっとね、条文だけ見ても全然わからんやろ。そうです。審査基準に書いちょるとです。うい、ちょっとキーレンジャーで塗っちみるけ。ほら、国内優先権の主張を伴う出願は、後の出願時、ほら、後の出願時で、出願人同一であればね、拒絶されないよということなんですよ。皆さん、この C ね。ここを指します。はい。なので、はい、よろしいでしょうか。はい。ということで、後の出願時に出願人同一であれば、拒絶されないという結論がね、わかる。でもこれ、審査基準知らないと無理だよね。そうなんですよ。だってこれ知らなかったら B かなと思っちゃうじゃん。ね。ということは、なんか国内優先権証すれば免れるんだなみたいな。で、そういう裏技的なことも学べるというね。実際過去問が出てますよ、ほら。ちょっとこれはね、単答だけどね、論文というよりは単答なんだけど、これ一緒かな。ちょっと見てみましょうか。で、A の公開前に B をした。これほとんど一緒やな。これほとんど一緒だわ。で、乙は B を基礎とする優先拒否証を伴って C をした。これほとんど一緒やな、俺が書いた図と。ロが登場するぐらいで。まあいいわ。だからこれ拒絶されることはない。まああるですね。後の出願 G で、ほら、その後、乙は、あれ？ちょっと待ってよ。その後、もう一回、こうは A をした。これ合ってるよね。で、オツは B をした。はい。その後、A の出願人が、A の出願人がオツになったと。そっちのパターンですね。なるほど。じゃあちょっとね、これ紛らわしいんでね、色分けしようがいいね。俺が、左に書いた字案とちょっと違うわ。ね。まず、こうは、A をしたと。で、その後、おつは B をした。ね。それはいいでしょう。で、A の公開後、A の公開後、はい、黄色ね。受ける権利の移転により、A の名義がおつに変更されたと。
で、その後、O2、黄色、B を基礎とする優先検証を伴って、胃ろうに隠れ出願 C をした。この場合 C は A をいわゆる拡大された肺の腺がんとして肉のりで拒絶されることはないと、ね、いうことですよね。はい、という感じなので結局出願人同一になってますよ、これだから私の図はね、こうで一緒になったんだけど、この過去問はオツで一緒になっているということです。どうですかね、つまり今回、発明者同一の場合と出願人同一の場合ね、いずれも善一致を意味するんだけど、出願人同一の場合には拒絶されないぞっていうそういう話でした、ね。一応図書いとくか、ね、面倒くさいけどさ、一応ほら痕跡を残すのは私の役目なんでね、こうは、いいと。それから64と、その前に、オツは B をした、はい、で A の公開後に、A の名義がこうからオツになったと、 ここで、こうからオツになったと、ちょっと細ペンで書くわね。 A の名義がこうからオツになったと、つまり受ける権利が移転されたということですね。でその後特許出願 C をしたと、B に基づくでいいよね、いいろと、これは国内優先権証ね、41条です。はい、そうすると結局、A の出願 A の名義もすでにねオツになってますから、その名義変更の後に優先権証を知るからね、結局C の時点で出願人がオツで同一になっているということですよね。はい、なので、C は、拒絶されないと。肉の荷で拒絶されないということですよ。で、はい、ということで、根拠順は29条の2、正し書きです。だけど審査基準の知識も知らないとダメだぞっていう、そういう話がしたいわけです。ね、はい、じゃあ次行ってみよう。次はね、パリ優先権です。で、これはね、審査基準の講座から引っ張ってきたんですけど、何が言いたいかというとですね、まず平成27年の特実一で、パリ優先権の趣旨がね、聞かれてるんですよ。ちょっとよろしいか。パリ条約による優先権とはって主語がありますよね、まず。そう。それの趣旨を述べようと。だからちょうどここの出典が使えるんですよ。これね、面倒なので、ここからでいいですよ、アンダーライン。第二国における特許出願について、第一国出願における出願の日、つまりこれ、優先日っていうんだけど、に出願されたのと同様の取り扱いを受ける権利であると。ね、第二国出願をしたんだけど、第一国時で判断してもらえるっていう権利、これが優先権だということです。ね、定義、短めにね、言うと。はい、で趣旨はこのアンダーラインのところね、これ審査基準丸々ですよ、ね、これね青本見てもなんかいまいちなんですよ、青本の43条見てもねいまいちですよ、なのでこの緑、理由付けの色やからね、これ蛍光ペン、緑はほら理由付け、趣旨でもいいんだけどね。はい、複数の国に特許損する場合は
翻訳等の準備は各国ごとに異なる手続きが必要となるため、特許戦等を同時に行うことは出願人にとって負担が大きいと。このような出願人の負担を軽減するための制度として、パリ条約上は優先権の制度を設けているということなんですよ。ね。はい。よろしいでしょうか。はい。で、根拠条文、パリ優先権の条文はね、まあ4条なんだけど、まあ4条に A から I まで、AI やね、まさにね。うん。で、特43条が、それを受けた規定になっておりまして、我が国で優先権を主張する手続きね、はい、パリ優先権の、ほら、だから、新作品勉強すると趣旨まで学べるぞっていう話なんですよ。で、今年、今年っていうか、今、この私の講義、このガイダンス講義聞いてる年が、2002年であれば今年って言うべきだし、来年聞いてる人にとっては去年って言うべきかもしれんけどね、まあ、令和2年って言えばいいか。令和2年に、このね、ちょっといいですか、優先日から日本国出願日までの期間内、日本出願の出願日までの期間内にされた他の出願、それから発明公表、発明の公表または実施、もしくはその他人の行為によって後の出願は不利な取り扱いを受けないと、ね、これです。優先権の効果なんですよ。ちょっといいか、見出しをまず黄色で塗って、いい効果じゃけん、後の出願は不利な取り扱いを受けないと、うん、でまたこれらの行為は第三者のいかなる権利をも発生させるものではないと、ね、いうことです。はい、よろしいですか。うん。令和2年の特実1の3です。はい、出ました。ああ、これはまさにね、令和2年の論文で出たんだよ。それで、まあこれはどう考えてもですね、その項の方が部が悪いですね、これね。まあ他の出願ですわ、これ青で塗りましょう。他の出願に相当しますよ。だから項の方をね、青で塗ってください。項ね、ちょっと濃いね、この青は。うん、ちょっと陰気が出すぎて濃いわ。ああ、でオツの方はね、これはいいやつやけ、勝ちますんでね、黄色でほらこんな感じ。まあ炉はねどうでもいいんだけどね、うん、まあいいが、ほら優先権の利益、優先権証の効果得られますんでね、いをちょっと赤で強調しますわ、こんな感じで、はい。そうすると、まあなんていうか、39条でも勝てるし、29条の2でも勝てますわね、うん、逆に言うと、オツの項の出願はね、こう書いておこうか、29条の2、39条1項で、まあ、拒絶の運命をたどります、はい。まあ、そういう問題が出たんですよ、ね、ただパリ条約の条文にこだわってますんで、この 4B は絶対に出してほしいです、ね、4B。 はい、ということなんですよ。審査基準様々やね、ちゃんとこっから出ちょるが、はい。じゃあ次は何ね。ああ、今度はあれか。国内優先権でね、なんていうか、先の出願に含まれてないケースでよからじゃない。今の図もそうですけどね、パリ優先権だけど、ほら、先の出願いいだけあったけど、後の出願いいローですよね。うんうん。まあだから、炉には優先権認められないんだけど、その、後の出願にかかる発明が先の出願に含まれているかどうかというのは、こういうふうに判断するという意味です、はい。後の出願の明示図が先の出願について補正されたものであると仮定した場合において、その補正がされたことにより、後の出願にかかる発明が、ね、後の出願にかかる発明が、死後赤ね、はい、先の出願の当初明細書との関係において、はい、あかんだね、先の出願の当初明細書との関係において、青、はい、新規事項の追加されたものと、なる場合は、
国内優先権主張の効果は認められないと。うん、すなわち当該補正が請求項に係る集めに、先の出願の当初明細書等に記載した事項との関係において新たな技術的事項を導入するものであった場合には、そう、新たな技術的事項を導入するものであった場合には優先権主張の効果は認められないと、ね、これが出たんですよ。新たな技術的事項を導入というこのね、キーワード独特ですよね。これがね、新たな技術的事項を導入するものであったというであった場合の問題が出たんですよ。ちょっと見てみましょうか。ちょっと次のページね、この問題なんですよ。どっか書いてありますよ。ほら、新たな技術的事項を導入するものであると。ほら、このキーワード嘘なしですね。そのどれがそうかというと、クリップ C が、クリップ C は新たな技術的事項を導入するものだった C ね。ちょっとね、細かいんですけど、ここですわ。この C 分かります？ほら、ちょっと細いペンで囲ってるよ。これクリップ C ね、これですよ。特許集め E なんだけどね。だからその先の出願に含まれていないんだよ。ね、ほら X というのは先の出願やろ。だから X との関係で新たな技術的事項導入ね。だからこれはもう優先権の利益がないんだなとね。ほら、優先権証の効果が認められないだろ。なのでこれ結局出願時は Y で判断されてしまうということなんですよ。構成要件が付加されちょるもんじゃけな。だから結局兵の方が勝つっていうか、兵はね、これちょっとね、青がね濃すぎるわ。もうちょっと 薄青ないかな。これはどうよ。薄青がいいんだけど、あ、これいいね。これちょっとちょうどいい感じの青だわ。で、そうなんですよ。ね、ABD2 でしょ。ABD2 でその ABD2 ね。これちょっとあれだな。ちょっとね、紫も使っていいか。クリップ C はちょっとね、紫で塗るわね。つまり兵が実施してる ABD プラスその C はね、 C は多分なんか周知技術じゃなかったっけ。ほら、クリップ C はね、周知技術であったってあるじゃんな。だから周知技術であってもダメよ。一応新たな技術的事項だから。ね、そうやってもう買い取るんじゃけ。なのでどうすればいい。だからオツは、これ被告オツはね、これはね、あれでいいです。兵はね、当て馬というかその脇役なんですよ。兵は主人公じゃないです、全然。公は、特許権者なんでね、ピンクで塗っときますよ。で、差し止め請求もしてるしね。で、ここで主人公はこのオツなんですよ。ほら、だからオツは、侵害訴訟において度限な主張をすることが考えられるかというね。はい、だから高度特許発明 E は、とりあえずピンクで塗るよ。はい、公然実施されたABD2 と、はい、青と、それから紫、周知技術 C の C の、はい、ここから緑、寄せ集めだって、それで進歩性がないもんじゃけ、はい、黄色、オツは29条2項、123条1項2号に基づき、無効の公弁が可です。で、なぜかというと、E には優先権の利益がね、認められないもんじゃけ、ね、E には優先権の利益が認められないもんだから。OK。 はい、
ということです。ね、結局Y 字で判断するからね。うん、だからその兵の公然実施とそれから周知技術士の要請集めで進歩性がなしと、うん、だから向こうの公弁が言えるということです、ね、これもちょっと青で紫で塗ったか C は周知技術で、Y の際に構成、Y の際に追加された構成で X との関係で新たな技術的事項を追加するものね。もう紫で塗っとこう。はい。ということで、やはり審査基準がね、強かったということですよ、知っておくと。ね、やっぱり明らかにこれね、審査基準のキーワードを使ってるというのは分かったでしょ、本試験そのものが。ほら、やっぱ審査基準はね。うん、そうでしょ、うん、じゃあ次にね、国内優先権のね趣旨もよく出るというか、まあいいですか、まあピンクで塗ろうか、赤でやった方がいいかな、まあピンクでも赤でもいいんだけど、ピンクで塗ってみようか。国内優先権制度とは、どうやってやればいいかな、はい、優先権を主張して特許損をする場合には、先の、出願の当初明細書等に記載されている発明について、新規性進歩性との判断に関し、出願の時を先の出願時とする優先的取扱いを認めるものであると、ね、優先的取扱いで、これがまあ趣旨というか理由付けね、はい、本制度により、緑ね、アンダーラインだけでよ、基本的な発明と、改良発明と、改良発明と、包括的な発明としてまとめた内容で、特許算を行うことができ、うん、後の、基本的な発明と改良発明。この、の下のアンダーラインいらなかったね。はい、技術開発の成果が漏れのない形で円滑に特許権として保護されることが容易となり、優先権を主張して特許協力条約に基づく、国内優先権において、いわゆる自己指定した場合にもその指定の効果が日本においても認められると、うん、でね、ここにはちょっと書いてないですけど、いわゆる自己指定ね、これが結構重要で、自己指定というのは、まあ、PCT、 これちょっと残念なのは PCT82B なんですよね、うん、PCT ちょっと書いてみましょうか、 PCT 8条 2B です、うん、はい、ということで、大丈夫でしょうか、うん、はい、それで、うん、まあ、せっかくだからここのアンダーラインも見とく、はい、特許受けようとするものであって先の出願との出願人、まあ、出願人同一ということですよ。で、後の出願時において同一であることは必要で、仮選があるときはそのものの承諾ね。あ、いいこと言ってるね、まあ、ちょっと今後出るかもしれないね、仮選とかね、うん、赤で塗っちょくわ、仮選がいる場合には仮選の承諾ね、あと、まあ、優先期間ね、はい、優先期間は、まあ、原則として1年であると、ね、まあ、例外的に追加が認められているからね、まあ、正当理由、ちょっと書いておくわね、正当理由ある場合の救済も一応ね認められています、はい、優先期間とかを2ヶ月以内であればね、この
41条1項1号括弧空きというのがあるから、ああね、まあ一応知っといてください、ね、正当理由ある場合の救済、はい、さあそれで、次ですけどね、この9ページこの表がね意外と重要なんですよ、うん、で今日はもう時間がないからね全部やりませんよ、本来、まあ、ただでやってる授業ですから、あガイダンスですからね、まあ、よく出るパターンはこれなんですよ、いろんなパターンがあるけど国際国内とか国際国際とかね、もうダントツこれですわ、うん、国内国際が本当よく出るんですよ、データ投資ね、まあ、データっても 2回ぐらいですけどね、平成23年の問題値と、あそれから R 去年ですよね、 R1 の問題値ね、出てますよ、うん、国内に基づく国債ね、うん、国内出願がピンク、国債出願黄色、ほらでそうするとこれね結局あ書いてるほら国内優先権なんだけど、根拠条文がねちょっと緑の通りね PCT82B に根拠を付けられるんですよ、うん、自己指定ね、自己指定も書いておこうか、自分の国を指定してますからほら、日本を指定してますよね、日本の出願ですからね、先の出願結局日本日本という関係になるから自己指定なんですよ、うん、いわゆる自己指定ね、はい、で取り犠牲、まあ普通は青で塗るんだけど、一応ピンクで塗ります、国内優先権のイメージを出したいんで42条1項ね、はい、で優先権の取り下げはね後の出願が国際出願のもんだから、あ国内法ではなくて優先権、すいません PCT の規定が適用されます、ほら PCT90-2.3A がね、この米印は何を言ってるかというと、ああなるほど分かった分かった、先の素顔は1年4月ほら取り下げ犠牲されるじゃん、だからその取り下げ犠牲された素顔がね優先権の主張の取り下げをきっかけとして復活するかというと復活することはないよって言ってるんですね、はい、結構いいでしょう、でこういうところも学べるんですよ審査基準を通じてね、はい、今度は待ちに待った衣装です皆さん、ね、で私の審査基準はねアピールポイントがあるんですよ、これ実は皆さん今の審査基準に載ってません、これすごく貴重ですよ、こんな貴重なものをねもうガイダンスで見せてるんですけど、まだこれねあれなんです、まあ見てくださいとりあえず今の審査基準には載ってません、じゃあこれどこに載ってるかというと、はい、衣装審査基準案に載ってるんですよ、案に、だからそれ貴重ですよ皆さん、特許庁のホームページで探すのも結構ねなんていうかこう宝探しゲームのように難しいですよ、まあ、現行審査基準はすぐ出てくるけどね、うん、なのでそういうところまで学べると、じゃあなんで現行審査基準だけじゃダメなのかというとね、ほら見てください、これ R3 の4月1日施行予定だからですよ、今私がガイダンスやってるのはまだ年内なんで R2 年なんでね、まだ審査基準こんなの載ってないですよ今、これはねちょっともうしょうがないね、話してあげましょう、今はだから実務はこっちの方で動いてます、物品の区分で、7条ですよ、それが来年の4月1日、来年聞いてる人は今年の4月1日からね、このところになります、ところさんね、ところさんのなんちゃらかんちゃらじゃねえけどね、デートナじゃねえけど、はい、そうですね、で、まあ有名な話でね、その
まあ、一章一出願の原則、黄色で塗ってみましょうか。複数以上に隠る出願を一の願書で行う手続きを認めつつ、それぞれの出願には一の出願のみを含めることを一一章一出願を定めちょると。定めちょるフルショフゴルバチョフやね。はい。で、一章一出願の要件、趣旨ですね。はい。一つの衣装について、衣装権を一つ発生させることによるより、権利の内容の明確化及び安定化を確保すると。それから、無用な紛争を防止する。手続き上の便宜及び権利侵害紛争上の便宜。ね。これを、考慮したものだと。まあ、とにかくね、キーワードってね、2つぐらい覚えときゃいいんですよ。うん。権利内容の明確化及び安定性を確保すると。うん。とともに、待てよ、権利内容の明確化、安定化、手続き上の便宜。もうこれだけでもいいね。これだけでもいいですよ。手続き上の便宜及び、権利侵害紛争上の便宜。これだけでもいいね。うん。どっちか覚えとけばいいよ。この、権利内容の明確化及び、安定性を確保。ね。権利内容の明確化及び安定性を確保。手続き上の便宜、侵害紛争、権利侵害紛争上の便宜、手続き上の便宜及び権利侵害紛争上の便宜。なるほどね。まあ、だから審査の場面となんか訴訟の場面をイメージしながら答えるといいんじゃない。手続き上の便宜、何紛争、権利侵害紛争上の便宜、権利侵害紛争、ああ覚えたね俺、権利侵害紛争上の便宜、はい、ということです。まあ、青本ではなく、これ、審査基準バージョンだよね。うん。はい。で、まあ、重要なのはですね、ここです。これ、ちょっと俺がアドリブで書いたんだけどね。例えば、これ、青でアンダーライン、悪いこと言ってるから、ほら、総括名称ね。これ、悪いですよね。総括名称、ダメですよ。今、7条違反ですよ。ところが、いいですか、衣装に書く物品の欄に、総括名称が記載されちょってもですね、なんとちょっと家庭系ですよ。はい、衣装に書く物品の説明は図面から具体的な物品を特定できる場合には、はい、黄色、7条違反としない。これあれだな、ちょっとごめんね、オレンジっぽくないな、赤じゃねこれ、赤かこれ赤で牛乳だな。ちょっとこれは困った。オレンジの方がいいわ。ね。家庭系は大体オレンジですから。ね。そういう時はね、ちょっとこれ赤で濃すぎたから、牽引濃すぎたからね。ちょっと黄色を上から塗るとね、ほら、ちょうどいい塩梅のオレンジになるわ。ね。七色。まあ、とりあえず七色用意しといてくれ。ね。蛍光ペンはね。何色用意すればいいんですかと、7色、ほら、ピンク、赤、1、2、3、4、5、6、7、ね、7色、7色のフィナーレやね、今、絶賛ヒット中です、7色のフィナーレ、いい曲ですよ。はい、さあ、それでは11ページね、これがなかなかね、おすすめなんですよ、これ、今の現行審査基準に載ってないからね、これはあれですよ、ほら、もう特別サービスで。不明確な例、産業部品。これは確かに なんか分からんね、これ。なんねこれ。コマコマね、こうやって、こうやって、ここで、くるっと回して、ブラーって回るね。コマですかね、これ。産業部品なわけねえね、コマがね。ああ、コマが産業用部品なわけないもんな。違うか、なんだろう、こう、ドリルの先端よく分からんわ。はい。要するにこれ、不明確中というのは、ほら。不明確、ね、うん、図面を考慮しても、あ、何なのかよくわからんって書いてます。ダメです。はい、じゃあ今度はね、明確な例です。ほら、今度はキーレンジャーで塗ろうやな。カレーの好きなキーレンジャーね。はい、食器、食器っつってもほら、上位がねえんだからね、普通ダメよ、
普通ダメなんだけど、衣装にかかる物品の欄ね、これオランゲです。ええ、これオランゲ、うん、ほら、あ、一応ほら具体的に書いてある食卓用皿って、ここを見て、で衣装にかかる物品は食器って書いてるけど、衣装にかかる物品の説明まで見ると食卓用皿って書いてるじゃん。それだともう最初から食卓用皿って書けばいいじゃないかと言いたいのだが、まあ図面もね、皿、うん、これは皿に見えないけどね、俺なんかほらアーチェリーの当てる的みたいな感じに見えるけど、俺にはね、アーチェリーのほらバンってあるじゃん、ま、丸い、この辺にこう、この辺にね、丸い、うん、こうバンって当てるね、それかと思いましたよね。はい、あ、市販的って言うんだっけ。はい、じゃあああこれ履物、うん、これあれだよ、すごくね、説明ないよこれ、うん、衣装にかかる物品説明ないけど、これ OK らしいんですよ。ちゅうのはこの図を見て、あ、これ履物、上位がね、履物の中でも靴だなって分かるじゃん、草履じゃねえよな。おい、ほらちょっと黄色いね。本事例は衣装にかかる物品の記載と図面の記載によって相互に矛盾が生じておらず、これらの各記載を相互すると、この衣装の衣装にかかる物品用途は、まあ、靴だなと明確に認定できるじゃんな、一義的にね。えらいなんか気前よくなるね。こんなの今までね、拒絶しとったよ、70違反で履物ね、ちゃんと靴って書けよみたいな。ああ、ほら今までの担当もガラッと変わるよ。だからね、でも大丈夫、俺がやってるほら担当レボリューションってあるじゃん、あれはもうね対応してるよ、バッチリチリバツって感じ。はい、そして組物をね、ほらもうちゃんとね、旧分類じゃなくて新たな組物になっちゃうよこれ。ああ、これはいいね。うん、そうですね、今後の衣装法施行規則別表第2に合わせて後日修正を行うって書いてるけどね、まあこれは消しといてもいいですね、これはもうなくてもいいですが、こんなことは。はい、で一組の建築物重要やね。ああ、これね、建築物はこの42にしかないんだよね。まあ、あくまでサンプルですよ、別に学校だけじゃないですよ、学校、幼稚園、小学校、中学校、高等学校ね、慶応幼稚舎普通部、なんだっけ、高等、中等部普通部、忘れた、はい、大学かな、はい。さあ、それでは、はい、一組の画像セットね、銀行振込用画像ね、現金預け払い機操作用画像ね、皆さんオレオレ詐欺には気をつけてくださいね、なんかこういうところで指示を出すみたいなんでね、オレオレ詐欺でほらね、うまいこと構想させて自分のところに振り込ませようとしてますからね、気をつけてくださいよ。はい、うん、あとはね、まあ、特別サービスよ、ね、こうなんていうか試験員の立場になって出しやすそうなやつ俺が選んだるわ。そうね、家具セット出しやすそうだね、20番、これはなんかね出しやすそうだよ、うん、これちょっと塗っとくかな。あとはね、事務用品セット出しやすそうやね、26番、シャーペン、ボールペン、万年筆、略してシャボマンやね、シャボマン、シコタンやね。はい、それから、それからね、なんだろうね、あ、これもどうだ、ん、これはダメか、事務用機器セット、これちょっとどうかなって感じだな。あとは、あとないね、うん、そうだね、 今のがやっぱ、あ、運動、23番の運動用具セット、一組の運動競技用セット、運動競技用品セット、ほらゴルフクラブ、これ出しやすそうね、これは出しやすいですね。 あと13番、これ忘れちゃいけない、これ出しやすい、飲食用具セット、ほら今ではナフォスセットって名前ついちゃったやんね、うん、あと飲食用容器セットもなんか出しやすそうな雰囲気やな。
コップ2畳とかね、皿、ティーポット、ティーカップとかね。まあそのぐらいでやめとくわな。こんなもんでいいだろな。よし、はい。じゃああとはね、商標もね、いいか。商標はね、これ3条2項の話からやっちょるね。これ言い規定ですよ。ちょっと出だしだけ青で塗るけどね。前項3号から5号までに該当する商標だっても、はい、使用された結果、事業者や何人かの業務にかかる、商品役目であることを認識することができるものについては、同項の規定にかかわらず、商標登録を受けることができると。あるんだけどね、まあ、このほら、縦にから先に入るけど、このジュビロ認識ってどういう意味かというとね、事業者の間で、その商品役目の事業者の間で全国的に認識されているものを言うんですわ。全国的に認識されているもの、はい。でこの3条2項のね、適用を、受けることができるためにはね、これ同一はないといかんとよ、基本的に。なのでほら、出願商標と使用商標が異なる場合には、これ3条2項の適用認められんとね、認められんとよ、ところがよ、ただし書きね、まあ一応オランゲリオンで塗るけどもね、ただし取引の実を考慮して商標としての同一性を損なわないものと認めるときは、出願商標を使用するものと認めるとね。で、まあ同一性が認められる場合ね、まあどういう場合やろうかちょっと見てみようか。ああこれね、縦書き横書き、もうこれだけでもいいぐらいよね。縦書き横書き、まあ例えばさ、レック東京リーガルマインドっていう商標があるとするには、まあ普通横書きで出願するよ。レック東京リーガルマインドね、横書きで出願します。ところが看板見てごらん、皆さん、レックの看板どうよ。だいたい縦書きじゃない、レック東京リーガルマインド、縦やろ。そりゃそうですよ。だってレック東京リーガルマインドって長いじゃん。だからその物理構造的に横だとね、その看板が横だとほら落ちてくるじゃんね、こう力学的にね。だからまあ縦にしてくっつけた方がね、落ちにくいとね、そういうことですよ。だから実際に縦書きで使ってると、出願商標横書きと、まあそのぐらいええよとね、そういう話や。で次に商品役務なんだけどね、これもね、やっぱあれです、異なるとダメですよ。出願してる商品と実際に使用する商品が違うとダメです。ところが、はい、これも正し書き、ね、取引の実情を考慮して、指定商品指定役務と使用する商品役務の同一性を損なわないと認めるときは、指定商品、または指定役務について出願商標を使用するものと認めると。これはね、例えばさ、シャープペンシル機能付きボールペンを使用するんだけど、出願にかかる指定役務が、ボールペン機能付きシャープペンシルってなってる場合ね。もうどっちもいいじゃん、そんなの。ね。要するに、シャープペンシル機能付きボールペンだろうが、ボールペン機能付きシャープペンシルだろうが、もうイコールだろう、もう実際に。な。時計付きラジオとラジオ付き時計と一緒だよ。もうそのぐらいもう、同じにしてやれよ。な。そういう話。それが、おい。あれ出たつよ。ほら、平成30年に出ちょるとよ。出ちょるとレトルトパックやね。はい。で、まずね、趣旨も聞いちょるでな。ほら、趣旨。これはちょっとね、審査基準というより青本なんでね、趣旨はね。ほら、青本でしょ。で、3条の2の適用要件は、まあ、ピンクやわな。これはまあ、ピンクで塗るわ。適用要件を説明した上でな。それで、同一性を厳格に、これはオレンジであれした方がいいよ。出願商標と使用商標、出願指定商品と使用指定商品、厳格に返すべきかと。いや、これはね、厳格に返すべきではないから、オランゲリオンがいいです。ね。ほら、ケツのほら、いずれについても例外が認められるので、原作森田健作じゃねえぞ、厳格に返するべきではないと、ね、
森田健作、千葉県知事ね、昔は暴れ発着にも出てましたけどね、はい、あ違いましたっけ、暴れ発着でに出てたような気がしましたが、実は違うかな、はい、さあそれではね、商標とその指定商品役務ね、はい、まずね、原則やっぱりノットイコールだと3条の2の適用認めませんよ、ほら両方ともね異なる場合はね認めませんよ、うん、しかしほら取引の実情を考慮してね、オランゲリオン、うん、もうちょっと陰気がないわね、はい、という感じで厳密に一致してない場合でも取引の実情を考慮し、これはもう最高のキーワードやね、マックスキーワードやね、マックスね、昔安室奈美恵もいましたけどね、スーパーモンキーズ、それがあのマックスになったということですわね、はい、それで、はい、このキーワードね、これがもう本当にね、もう技ありって感じですよね、イナバウアーぐらいの重みのある大技でございますね、はい、さあそれではですね、なんとサンナゼール、はい、17ページ見てください、ほら、うん、まあ2号はね、41個2号パッとしないですわね、何これ、うん、PWT の締約国の紋章その他の記章ね、もうええわこんなマイナーだからと言いながら、41個3号国際連合その他国際機関、これはね、ちょっとこれ青で塗ってくれ、これあの拒絶されるから、はい、そしてイトロはね、キーレンジャーで塗ってくれ、イトロはイトロはキーレンジャーね、どうよ、はい、つまり国際機関のマークを出願すると原則拒絶されるとよ、うん、ところがイトロのどっちかに該当すればね、その拒絶されないよと、なんと R2 商標で出たやん、これ R2 商標2で論文出たよね、あで、これどうしようかな、これね、ジビロ認識はこれですよ、フィット、ほらこれちょっと四角で囲っていい、これですよ、おい、うん、これですわ、うん、国際が、国際機関交通フォーラム、ほら国際交通フォーラム FIT ね、うん、それからこれあの本田技研じゃん、ほらあの有名な本田技研のあの燃費のいい車ですよ、自動車って書いてるやんな、皆さんもどんぐらいおる？フィットに乗ってる人。ちょっと手を挙げてもらおうか。フィットに乗ってる人どのぐらいいます？ああ、そうですか。へえ、まあまあね。まあでも、思ったよりは少ないね。じゃあ、トヨタのプリウスに乗ってる人どのぐらいおる？ああ、結構多いよね。今もどこもかしこもね、こうスーパーとか行って駐車場を探すときに大変だよね。もうプリウスばっかりでね。ああ、そうですか。まあ、これからね、あの日本もね、2030年までにはなんかあの全部ハイブリッドか PHV にするとか言ってるからね、はい、あのあれか EV ね、電気自動車、うん、PHV はハイブリッドやね、はい、であとロがね、あのこれ、右の図だけど、これね、あの誤認生ずるものでない場合ね、これは国際機関のマークであってもね、拒絶されないとよ、うん、これはね、国際オリーブ会議 IOOC というのがあるらしいんだよな、うん、だから自動車を指定商品とする IOOC で出願すればさ、全然関係ないじゃん、オリーブ会議とね。オリーブ会議なんていいね、なんか暇そうで言ってた、あのこっちはちょっと怒られるかな、なんかいいよね、平和そうで、俺もあの国際オリーブ会議になんかの社員になればよかったな。ねえ。なんかこう平和そうじゃん。ねえ。毎日こうオリーブオイルかなんかをね、味見とかしてるんですかね。なんか平和そうでいいわ。
俺がね、前ね、なんか面白い話題を出したときに、先生、俺がね、公務員になるんだったらどんな公務員がいいですかって質問があったから、そうね、文化庁がいいなって言ったんですよ。なぜかというと、なんか文化庁って、まあ、特許庁と違ってね、別にこう出願をするわけじゃないじゃん。で、審査もしなくていいじゃん。登録だけすればよくでしょ。だからさ、なんかこう、あくせく働かなくてもよくてね、平和そうな、ね、だから文科省、文化庁に就職したいなって言ったんですよ。なんか楽そうだしと思ったね。そしたら文化庁にこう働いてる受験生の方がいてね、先生、そんなことないですよ、ね、人間関係はギスギスしてるし、ノルマとかもいろいろあるし、先生が思ってるほどね、安住の地じゃありませんとか言って怒られましたんでね、すみませんでした。はい、ということで、R2 商標法はね、こっちの方が出たんですよ。こっちのフィットの方が。ね。でも実際出たのは FIF でしたよね。FIF、フィッシュ、なんだっけ。フィッシュなんちゃらかんちゃら。で 面白いよね。はい。俺が、もう時間じゃない？これ。ちょっと待ってね。俺、最初スタート何分か数えてなかったわ。どうよ。俺がしゃべり始めて何分ぐらい経ちました？56分。分かりました。じゃあ、あと4、5分ですね。はい、どうも。あと4、5分らしいです。ちょうどよかった、俺もね。最初、スタートをね、オンにしてなかったんでね、大体1時間ぐらいかなと思って、目分量というか、感覚で、あれ、すごいね、俺もね、56分。すごいよ、俺の感覚も。やっぱ長年教えてるとね、なんか分かるんだよね。全然スタートストップウォッチオンにしてなくて まああと5分ぐらい喋ればいいってことだね。はい、ちょうどいいわ。最後にね、これ上級トレにつなげるということでね、これ去年の上級トレのサンプルなんですよ。別に解説講義はないからやりませんけどね、まあこんな感じの気合いの入ったね、問題なんですよ。これ的中してるんですよ。ほら、ちょっと見てください。お、在外者出たじゃないですか、今年の論文ね。ほら、的中してるでしょ。それからね、パリ優先権的中してるでしょ。肉のに的中しますよ。ほら。法政。的中しまくってるやん、ほら。ね？まあ、ちゅうことでね、まあ、何が言いたいかというと、まあ、上級トレン的中するよということですよ 去年ちょっと名前が違ってたよね。カスタムトレンという名前がついとったんだけど、もうズバリね、上級トレにしました。なぜかというと、そのカスタムトレンって名前を聞いた時に、まあ、どういったこうそうなのかがちょっと分かりにくいでしょ。コンセプトが分かりにくい。だからもう上級者向けのトレンということで上級トレンね。分かりやすいじゃん、シンプルで、ね。だからもう上級は嫌だと思ったら受けなければいいし、まあ、上級、そうだね、やっぱこれからやっぱ上級の問題にもなれないかなと、ね、素直にそう思ってくれる人は受けてほしいしね。見るからになんか上級そうな雰囲気あるでしょ。ねえ、で、やっとくと、ほら、ねえ、テーマ的に当たってるわけだよ、これ、去年の。ね、カスタムトーレンだけど、上級トーレンに匹敵するトーレンだからね。もうやっぱ当てにいってるからね、やっぱ。で、それで、何気に判例もね、伝導性繊維事件。これが、ねえ、伝導性繊維事件ね。これ、後ろに載ってますよ、ほら。だから、初めて知ったわっていう人のためにね、ちゃんと、ね、伝導性繊維事件載せてますし、ほら、ね、肉の荷とパリ優先権、まさに今年出たじゃないですか。ねえ、そうそう。ね、これだから判例の知識でもあるし、審査基準の知識でもあるんだよね。5ページ一番下にほら、これだよね。パリ 4B だけど。と、肉の荷でしょ、これ。まあ、3級の可能性もあるけどね。3級。ね。ああ、そういえば3級マンダラにしたのね。3級も一応聞いてなくもないって感じだからね。いや、ほとんど当たるじゃん、俺。おお、マジで。すごいわ。すごいとしか言いようがねえな。ねえ。ちゅうことで、今年もね、当てに行きますから、皆さん。で、イメージも分かったでしょ？上級トレンのね。普通さ、答案構成しかないと思うんだけど、時系列もちゃんとついてるしね。
そして判例も一緒に勉強しようぜということでね、判例が出たらこうやってねやるし、方式審査便覧が出たらそれはそれでやるし、配点表もバッチリだしね。配点表とね答案構成一緒にしてもいいかな今年は。うん、であとほら攻めの答案守りの答案2種類用意してるからね。うん、まあ基本的には守りの答案でいいんだよ。うん、攻めの答案書ける人はあんまりいないから、うん、ただよりね、綿密に書いてみたいなという人もいるだろうからね。そうそう、答案2種類用意してるところもいいよね。うん、はい、ということですね。まあ過去問ではないですよ。過去問からベース、過去問をベースに作ったものではあるかもしれないけど、過去問そのものはね、まあそれは出さないというか、出す必要がないと思います。理想と現実という講座やってるんでね、論文過去問対策講座、理想と現実やってるんで、そっちの方がまあ論文過去問対策講座ね、まあそれをやっとくと、まあそれをベースに私が改良した問題を出したりしますんでね、この上級答練ね。去年のだけど俺当たってんだな、何気にね、これすごいわ。うん、まあそんな感じですわ。はい、じゃあ今日はねちょうど1時間経ったと思いますんで、このテーマの今日はね、審査基準は早くからの取り組みが必要、上級討論を通して得点につなげる方ということでね、レクセン2講師の宮口がお送りいたしました。それじゃあ皆さんね、まあ、審査基準って自分で勉強するとね、なかなか億劫だからよ、こういうのを利用して、受けて利用して受かった方がいいよ、ね、まあ、お金もかかるけどお金を時間に変えてさ、とっとと受かった方がいいんだよな、ね、せこい思いしてお金も何もかけんでさ、1年過ぎ2年過ぎ3年過ぎ4年過ぎ5年過ぎる、こっちの方がよっぽどなんていうか無駄なことやってるよ。うん、タイムイズマネーですから。うん、そうです、その観念がやっぱりこうしっかり持ってる人はね、どん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 やっぱりこうドライブ回転で一歩でも二歩でも進んでいきますから、差をつけていきますからね、人生においても。はい、ということで、今日は終わりです。はい、じゃ あ審査基準は早くからの取り組みは重要、上級討論を通して得点につなげる方法ということで、レック専任講師宮口がお送りいたしました。どうもご清聴ありがとうございました。